ヤケビン、ヤクテと申しますぞ。今回も前回に引き続き、基本技で硬くなるを覚える統一でランクマッチに潜っていきますぞ。メツは、ヤンシー、ヤケニン、ヤマコブシ、ヤニーゴ、ヤリトドン、ヤルメタルですな。では、試合までカット以外、ありえん。対戦相手が見つかりましたな。対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは、ザシアン、バドレックス、パルキア、ホウオウ、イベルタル、ランドロス。さて、初手ランド来ますかな。まあ、地面は一貫しまくっておるわけですが、ねえ、バドレックスを見るのは、ナマコの仕事というのは本当ですから。ねえ、そして鳳凰もいますし、エンシーは出した方がいいのだろうか。エンシーが見れるのは鳳凰しかいないので、それならヤリトドンを出した方がいいですか。これで。では、対戦よろしくお願いしますぞ。初手バドレックス。これはダイマックスしてでもねじ伏せに行くべきなのか。いや、ここはダブルパンツァーでいいでしょう。正直特殊耐久が足りないですが、お相手がどういう方かわからない以上。ほう。さあ、半減でもかなりのダメージが期待できますぞ。ダブルパンツァー !1!2! 素晴らしい火力ですな。と言っても、このまま押し切れるわけではないので、やりとどに交代がやりやる。さて、ここは自己再生なのか、聖なる炎なのか。普通に聖なる炎、自己再生でしたな。さて、水はパルキア以外には、かなり通りがいいので。ここは迷いなく、ハイドロポンプがやりやる。居座ることを、おっと、聖なる炎。アタッカーとは思わなかったんですかな。やけどしても関係ありませんぞ。では、ハイドロ、ははい、やってるんですかな。さて、お相手に交代許してしまうが、まあ交代先に負担がかかればいいでしょう。当てないと倒しようがないんですな。まあまだメガネはバレていないので、それでも椅子ある。もうほぼ捨てのようですな。さすがの耐久。了解しのこだわりメガネハイドロポン。あー、水素の通り撃破があり。さあ、よくやってくれましたが、虫の息。これはバドレックスの餌ではないんですかな。これはうまいことしてやられたと言うべきなのか。ナマコに全てを託さないとならない。命の玉持ってたりしてくれませんかな。ここは当然耐えませんな。交代しても何も解決しませんので、さあ、キレンがなんとか白ですな。と言っても、まあ普通に挑発。これで痛み分けだけ封じようということですかな。ミラーコートは補助図ではないので、結局タスキは潰せないんですがな。あれだ、組ここで上げられるだけ火力を上げておこうということですな。ここは起死回生の手に出るしかない。タスキが潰れてないなら潰せばいいんですぞ。では行きますぞ。さい、えい、あ、おかしか。うお、でかい、でかいっちゃでかいよ。このラボが大きすぎるよ。いきなり裏声出すのはやめていただきたいと言われそう。今カメラアングル変じゃありませんでしたかな。では相手は積み放題と見て悪だくみ。さあ、そんなに火力を上げていいんですかな。
今その隙に大成功。半減ですが、半減ですが、もうちょっと入ると思ったんですが、さすがに無振りだと仕方がない。こいつは HA なので挑発の効果は解けましたが、それは大した問題ではない。アースラリープ、火力を上げすぎたようですな。おやー、大サイコの威力が足りてなかったんですな。これはいけない。しっかりとタスキケアをしたつもりだったんですがな。あ、こいつが止めるしかない。どうやって、ダイマックスももうないので、そしてお相手の C は6段階上昇しております。あ、特殊耐久ないですぞ。では体質に関してガイアリエ、何がいけなかったんですかな。対戦相手が見つかりましたな。レクトし対戦よろしくお願いしますぞ。相手パーティーはケルディオ・ミュー、ソウル・ガレオ・無限ダイナ・バビオス・イベルタル。さてですな、誰が誰を止めるのか。ケルディオ、まあ出てこないでしょう。ミューは野犬で止められるかなんて判断つきませんし、ソウル・ガレオは論外として、ラスリーはないですな。さて、トドンか、拳で行くべき。ナマコは出した方が良さげですな。これで行きましょう。では、レクトし対戦よろしくお願いしますぞ。さあ、お相手の初手はケルディオ、お主か。さて、まあ特殊サブエコン6なのがないので格闘技で来るでしょう。返り討ちですぞ。大地の力がやりえない。瞑想、メガネ大地と瞑想はどちらが早いか。そして大ジェットはあるのだろうか。では食らわせますぞ。大地の力、ズドン。ちょっと届きませんな。まだ瞑想を積むと思うので、ここは山拳に交代がありえない。アローラチャンピオン、山拳。ヤスラッシュ、持ってくるんですな。まあ、これぐらいの体力ならなんとかなるはず。神秘、耐えるがありえない。さすがの耐久ですな。では、お返しですぞ。えい。倒しましたな。さて、積みアタッカーが暴走する前に止められたのは良い。そしてナマコがいる以上タスキは潰せますし、積みアザマも許さないようなもの。イベルタル、まあこれ適当に狩られて終わりでしょうな。それはそれで構いませんぞ。イベルタルはダイジェットこそあれど、お上手で変な絡め手を使うことはない。まあ、挑発ぐらいはあるかもしれませんが、結果は変わりませんな。命の玉かどうかの判断もつきますぞ。玉でしたな。では、ヤンシーに行ってもらいましょう。イベルタルは、ヤンシーに有効ではない。防御を上げておけば安心と言いたいところですが、それが量がいるんですよな。と言いつつ、ライアストーム以外ありえない。お相手が引くに引けない可能性もあるので。ボブだった場合、トドンの後出しはどうなんですかな。誰だ、ソルガーリオいましたな。順当といえば順当。では、ダイヤストーム、はい、何やってるんですかな。95ですぞ。やりとどに答え以外ありえない。さすがに鋼技だと思うので、秘伝がなんとかしようですな。バトルチャンピオン、やりとどん。メイドドライブ、さあ、半減ですぞ。
この輝く体を受け止めるんですな。耐えるがやりえない。まあよし、これ次の技もしっかり耐えそうなので、逆にイベルバック読みはするべきなのか。いや、ここは第一で。最後、ファン。耐えるがやりえない。さすがの耐久ですな。了解しろ。第一の力。ズドン。一撃がやりえない。素晴らしい火力ですな。急所。メガネかけてるんでさすがにいらなかったでしょうが、これでメガネがバレずに済む。まあ、バレたところで、無効技だからイベルタルが何か変なことをしてくるということはないので、対戦監視がありえない。